有限会社吹きプランニングは、モペットの製造販売、自動車内装、オーダーメイドシューズの製作などを手掛ける企業である。FK310 デラックス、神奈川県横浜市製薬に本社を置き、代表取締役は、黒柳藤尾。創業は1978年8月17日で、従業員は8名である。同社の主力製品は、 モペットの FK310 シリーズである。同社は主に中国に輸出されているが、日本国内でも販売されている。高張力交換フレームに、ハスクバーナゼのア製エンジン BE30 を装備する。フレームはエンジンを吊り下するため、やや形が変わっているが、自転車の構造から逸脱したものではない。タイヤ、ホイール、ブレーキ、サスペンションなど、 基本的な構造は自転車そのものである。第一種原動機付き自転車のナンバープレートを申請し、自賠責保険に加入することで合法的に行動を走行することができる。またオプションパーツで、ウインカーや内蔵三段変速機、大型で頑丈なスチールバスケット、積載性に優れる荷台などが装着できる。最高速度は、 時速 20km となっているが変速機を用いなくても時速 30km まで加速することはできる。またオプションの変速機を装着すれば時速 30km を超える速度での巡航も可能である。ペダルを併用すれば加速はスムースになり、上り坂でのパワー不足を補うこともできる。 エンジンを始動するとヘッドライトは自動点灯する。自転車モードで走行する場合は任意に点灯することができる。FK312 はダブルループ型のフレームを持つ標準モデルとビーチクルーザータイプの LA シリーズがあり、それぞれにオプションやデザインによるいくつかのバリエーションが存在する。道路交通法上の原動機付き自転車であるため乗車用ヘルメットの装着が必要である。 オプションのターンランプを装備しない場合には、手信号による方向指示が必要である。その他の点も原動機付き自転車の運転に準ずるが、モペットは一般にエンジンを始動していないペダル走行時も、原動機付き自転車の運転とみなされるので、注意が必要である。正しくは、モペットであるが、同社はかつて日本で広く用いられた、モペットバイクという表記を採用している。 ありがとうございます。